はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでヤスさんからご依頼です。はい、マーベル・メタル・ユニバースですね。まあ、デザインは復刻なんですよね。よいしょ。じゃあ行きます。で、今日発送間に合えばなんですけど、もう山本さんが来る時間はもう遠に過ぎてるので、まあ開封中来なければ 間に合うかなっていう気はしますが、一応これパックでね、レギュラーカード自体がかなりこうコンディションね、左右されるものですから、全部ちょっとハサミで開けてから取り出します。レギュラーもね、綺麗なんでね、これ手で開けちゃうとちょっと危ないですよ。出現がね、これかなり適当っすね。適当管理されてんのかな っていうぐらいな出方です。はい、じゃあ行きます。ねえ、かっこいいっしょ。キラキラしてね。で、インサートとか入ってるとラス前にあります。まあこの位置ですね、ラストの前ね、これ通常です。これ金ホイールパターンのパラレルだと思います。気づいた分、これシュールでしょ、アイスマン 気づいた分はね、弾いておきますんで、一応レギュラーね、届きましたら全部ご確認いただけたら、これも金パラじゃないかなと思います。ちょっとわかんないですよね、マークとかがないので。当時もシルバーフラッシャーとかゴールドフラッシャー、見分けつかないみたいな、そんな感じでしたから あ、でも綺麗だね、綺麗なやつだねみたいな、そんな感じです。これひっくり返ってましたけど関係ないですね。まあ、当時もゴールドとなんかシルバーとありましたけどね。これも通常。コミックカットきた。おお。今日2回目。これは、サイクロプスが、ギャイーンってやってますね。で、後ろでもなんか、蹴られてますね。はい。X-Men の第100号だ。50枚限定ですね。あ、この部分だ。ね。はい、コミックカットきました。通常だね。はい。あ、これもう2枚しか入ってない。インサートとね、これ、キャノンボール50人口。はい。で、ラストですね。まあ、コミックカット出てますからね、全然ありといえばありです。で、これ、パラレル。パープルパラ。ね。はい、という感じです。で、1箱終わりました。で、2箱目。コミックカットのインサートが来ました。はい、で、またハサミで切りますので少々お待ちください。間に合うかな。去年なんて、山下なんて、暇だからもう6時20分ぐらい、あ、5時2、30分に出荷来て、いやいやいや、6時に来てくれないと困っちゃいますよ、つって。こっちもそういう段取りでやってるんです。ね、最近は遅くなってきましたね。やっぱ物流がまた戻ってきて、配達も
入居も多いみたいですね。よいしょ。はい、じゃあ行きます。2個目、これ金ホイールかな、うん、これ通常なんですよね、金っぽいけど。これ通常だね、多分ね。あ、インサート、これなんかねシリアルあるんですよ。あ、88だ。これ何なんですかね、うん、元素記号88です。このシリアルの分しかないんじゃないかなって思います、はい、なかなか出ないですよ。今日2回目ですこれ見た。あ、通常だ。 PMG かと思いました。あ、インサートですね。進撃ですね。これローグ、うん、50人口でね、ローグだったら全然あり、うん、このくらいちゃんとこうコンスタントに出てくれりゃいいんですけど、出ない。なかなかこうインサートが入ってない。箱も結構ある。あら、どうかな。でもたまにといえばたまにかな。ただめっちゃ出るやつはめっちゃ出るんですよ。これもパープルね、パラレル。金ホイールね。これも金ホイールですね。これもね、通常ですね、うん、あと2パック。通常だね、はい、でラスト。うん、はい、通常です。はい、1箱目が、コミックカットね、出まして、2箱目はまあパラレルとインサート、ね、シリアルもちょいちょい出たような感じですね。これだ。まあどの道整理してカードをね今日送りますんで、パッパッパとちょっと入れちゃいます。これがシリアルね、なかなか出ないですよこれ。はい、あとはパラレルかな。うん、そうですね。はい、こんな感じでした。はい、こちらが2枚でシリアル88でコミックカットですね。はい、じゃあ、ポーカー2回やります。はい、右やすさんですね。いきます、3回です。1、2、3、4の1ペア。はい、1、2、3のハンド。はい、今日も確実に 50% ぐらい負けてそうですね店長今日も。はい、2箱目分です。1、2、ノーハンドですね。はい、いっぱいで済みました、ありがとうございますはい、じゃあこちらでねお送りいたしますね。はい、ありがとうございました。